Shalom, mari kita menginjil. Shalom, dendong しましょう。今日学ぶテーマはメシアについての最初の約束です。今日の御言葉は救済詩シリーズ1冊目のインドネシア語では46から48ページ、36から38ページ、および2冊目と3冊目を参考にしました。救済シリーズの著者で1冊目でこのように尋ねます。著者が尋ねることは、救済詩の最高峰には何がありますか？一言で言うと、これは受肉したイエス・キリストです。十字架でも受肉をする必要があります。それから背負うことができます。他ではなく受肉したイエス・キリストが救済の頂点だからです。では聖書では受肉したイエス・キリスト、つまりメシアをどのように人間に紹介していますか？最初から一度にすべて紹介すればいいのですが、そのようにはしていません。聖書ではすべての出来事を各時代の流れに沿って段階的に導入します。例えば最初は女性の子孫、次に身ごもり、少女マリアにより誕生する。ヘブライの1の1、かつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に伝えられたが、参考までにヨハネの5の39、ヨハネの5の45から47。では私たちが聖書を読むときにはどこに関心を置かなければならないでしょうか。まず最初に聖書がどのように記録をしたのか見てみましょう。2ペトロの1の20から21、何よりまず心得てほしいのは、聖書の預言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら預言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。ここで聖書に導かれてという言葉はヘブライ語ではフェロメノイです。このフェロメノイという言葉は移動する、動かす、導く、惹かれるという意味があります。例えば風が吹くまま流れることを言います。使徒の27の14から15と17。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き落としてきた。船はそれに巻き込まれ風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。27の17、小舟を船に引き上げてから船体には綱を巻きつけ、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて海怒りを下ろし流されるに任せた。ここで私たちは流されるに任せた、流されるに任せたという言葉は、この2つとも先ほどのヘブライ語のフェロメノイを使います。聖書の著者それぞれ性格と人格は違います。しかし聖書を記録する際には聖霊が彼らを主導的に導いてくれます。
つまり彼らは聖書の導きによって彼らが動いたのです。自分の考えや自分の御心意志とは無関係に、これが聖霊に導かれるということです。嵐の中にある船は風によってあちらこちらに引きずられるしかありません。そのように聖霊が聖書の著者たちを導いて記録させたのです。では聖書を見る人々はどのような体験をするのでしょうか。聖書を求めなくてもすでに聖霊の証明を体験しているのです。では戻りましょう。私たちが聖書を何を念頭に置いて集中して読む必要がありますか。忘れないでください。私たちはメシアと彼を通して達成される救済師のことです。このメシアと救済師に集中しなければなりません。ユダヤ人はずっと聖書を研究していました。しかしメシアに会うことに失敗しました。ヨハネの 5-39、 ヨハネの 5-39、 あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。ここで繰り返し言われる聖書はイエスを証しした旧約聖書のことです。ユダヤ人たちは旧約聖書を調べながら永遠の命を得ることを望みました。しかし結果はどうでしたか。彼らは永遠の命の主が来られることにおいて失敗してしまいます。今日のテーマは何でしたか。メシアについての最初の約束です。一番目はメシア、女性の子孫の前に出てこなかった理由。重要な説を見てみましょう。ヨハネの 5-40、 ヨハネ 5-40、 それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。この言葉は永遠の命を求める私たちにとっても警告の言葉となります。では質問です。ユダヤ人は永遠の命を得ようとしましたが、なぜ彼らはイエスのところに来なかったのですか。一番目の理由は心の中で神に対する愛を持っていなかったからです。彼らが神への愛を持っていなかったのです。ヨハネの 5-42、 ヨハネの 5-42、 しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。では質問です。イエスがこの言葉を言われた背景になった出来事は何でしょうか。ユダヤ人たちはイエスが安息日を犯して主と等しいものとされたことです。彼らは表面上の律法を守ることに誇りを持っていました。ヨハネの 5-18、 ヨハネの 5-18、 しかし信仰は良心の問題です。申命記の 6-5、 申命記 6-5、箴言の 4-23、 箴言の 4-23。 では彼らの宗教行為はどうでしょうか。
彼らの信仰は神を愛することが元にはなっていませんでした。今日私たちの信仰もイエスの十字架救済の愛から始めなければなりません。2番目です。なぜ彼らがイエスのもとに来なかったかの理由は、主から来る栄光を求めていないからです。ヨハネの5の44、ヨハネの5の44、互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。この誉れは栄光とすることができます。2000年前のユダヤ人たちは政治的、平和的、経済的な豊かさを求めました。そのような願望の中でメシアを期待した結果、失敗したのです。自分の栄光のために生きる御言葉を信じなくなります。今日信じるとする私たちもそのようになることがあるでしょう。例えばイエスを信じて何か有益なことを得ようとするのです。イエスを信じて立派な人となること、イエスを信じて認められたい、イエスを信じて人生の状況がすべて順調に豊かになることを願うのです。そのようなことを目的とする信仰は誤ったものです。そのようなことを求めること自体が間違っているというのではありません。しかし真の価値の優先順位をどこに置いているのかということを言っています。結局当時の宗教指導者たちはイエスにマムシの子と悪口を言われます。参考までにマタイの3の7、マタイ3の7、マタイ12の34、マタイ12の34、ルカの16の14、ルカの16の14、教会の礼拝堂に来て、私たちは人の栄光を受けるものとなってはいけません。しかし父の栄光を求めなければなりません。ヨハネの 12-28 で言われるイエスのように父の栄光を求めなければなりません。3番目は、彼らはモーセを信じなかったからです。ヨハネの 5-45、 ヨハネの 5-45、 私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのはあなたたちが頼りにしているモーセなのだ。ヨハネの 5-46、 ヨハネ 5-46、 あなたたちはモーセを信じたのであれば私をも信じたはず。モーセは私について書いているからである。ヨハネの 5-47、 しかしモーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。ユダヤ人たちは自分たちがモーセの5つの書を信じていると考えていました。皆さんは盲目な人に対してユダヤ人が言った言葉を覚えていますか。彼らは私たちはモーセの弟子であると言いました。ヨハネの 9-28 から29、ヨハネの 9-28 から29。しかし一言で言うと、このようなユダヤ人に対してイエスはどのような評価をしたでしょうか。彼らはモーセの5つの書を信じないものであるというのです。なぜイエスは彼らをそのように評価されたのでしょうか。理由は2つあります。
1番目に、彼らは律法の中に置かれた神の要求あるいは定めを知らなかったからです。人の行動で律法を守ろうとすると呪いの下にあるようになります。律法を守ろうとすれば、律法の要求通りにするにはどのようにすればよいのでしょうか。書かれたことをすべて常に行わなければなりません。そうでなければ呪いの下にあるものになります。ガラティアの3の10、ガラティアの3の10。そして律法を一つでも違反すれば、すべてに違反したものとなります。ヤコブの2の10、ヤコブ2の10。律法は罪を私たちに悟らせます。ガラティア3の20、ガラティア3の20、ガラティア5の13。ガラティア2の18、ガラティア2の18。ユダヤ人たちは律法を介して人間の存在の弱さを悟るべきでした。2番目に、自分の限界を悟って罪から救いを与えるメシアを待望しなければなりませんでした。罪人たちにとって生きる道は、律法とともに罪を悟って十字架を握ることです。しかしユダヤ人はどうでしたか。モーセを信じない結果となってしまいます。なぜなら自分自身の力で主の定めを満たすと考えていたからです。出エジプトの19の7から8、出エジプトの19の7から8のように、主が命じられた言葉を彼らの前で語りました。ルカの19の7から8、マタイの5の14、しもべたちを信じている例えが出てきます。しもべは主人が言って商売しなさいと言われたので、言われた通りに行わなければなりません。マタイの25章です。賞賛を受けたしもべはお金を失う心配をせず、主人のお金で商売しました。なぜならそのしもべは主人の人格を信じていたので、主人の言葉を握って忠実でした。主人の人格を信じていたのです。一方、悪いしもべはどうでしょうか。主人の言葉より自分の考えがより大きく先に来ました。自分の考えがより先に来たのです。主人を恐れて預けたお金を地面に隠しました。これは立法的な信仰を言っているのです。どのように主人を知っているかということにより違ってくるのです。マタイの7の21、マタイの7の21、結局イエスの怒られたモーセを信じなかったこの話は、彼らが律法の次元にとどまったということです。今日の私たちも同じです。処方の行いから完全な場所へ移行しなければなりません。ヘブライの6の1から2、ヘブライの6の1から2。
2番目に女性の子孫、メシアという言葉の中の意味。アダムの堕落後、メシアについての最初の約束が創世記の 3-15 で出てきます。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。すなわち女の子孫が来て蛇の頭を滅ぼします。サタンを完全に滅ぼして勝利するという約束です。メシアが女性の子孫として見ごもられるというのはどのような意味が含まれますか？一番目は人の体を着て来られることを意味します。これを受肉と言います。主の子はイエス・キリストは本質においてどうでしょうか？一人のしもべとして来ました。フィリピンの 2-6-8、 フィリピンの 2-6-8、 つまり神は人の子となったのです。これは神が人に変わったのではありません。神性に人間性が足されたのです。ヨハネの 1-14、 ヨハネの 1-14、 2のヨハネの 1-7、 2のヨハネの 1-7、 イエス・キリストが肉とよって来られたか。1ヨハネの 1-1、 1ヨハネの 1-1、はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について。ヘブライの 2-14、 ヘブライ 2-14、 イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。私たちはイエスを大工のヨセフのことだけ見てはいけません。しかしユダヤ人たちはこの受肉の驚くべき秘密を悟りませんでした。彼らはメシアが天から突然降りてくると考えていました。最終的にはイエスを信じずに敗訴してしまったのです。1コリントの 2-6-9、 1コリント 2-6-9、 ヨハネの 1-11、 ヨハネ 1-11、 ヨハネの 6-41-42、 ヨハネの 6-42、 こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から降ってきたなどというのか。ここで知っているという言葉はヘブライ語のエイドの一人称複数形です。交わりと確信を介して詳細を知っていることを言います。彼らはイエスの父について適当ではなく詳細を知っていたのです。しかしむしろ彼らがそれを知っていることが彼らの障害となってしまいました。彼らが知っておくべきことはイエスの御言葉と行いでした。しかし彼らは無知でした。永遠の命とはイエス・キリストを知ることです。ヨハネの 17-3、 ヨハネ 17-3、 結局自分たちの経験と知識がイエスの前に来て前方に来て道を塞いだのです。2番目は女性の子孫として来られた意味は、男性ではなく女性から生まれた子孫として来られた意味。もしメシアを生んだ源の主体が男性ではどうなりますか？そうすると彼は罪人になってしまいます。1コリントの 11-8、 1コリントの 11-8、
一般的な系図は男が生み出すこのような形式で記録されます。マタイの 1-1-2、アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを。ここで設けるという言葉、生むというのはヘブライ語でゲナオの能動形のエゲンセンを使用します。エゲネセンを使います。ですからイエスの生まれについてもヨセフはイエスを設けると書かなければならないでしょう。ヨセフはマリアからイエスを設けたと書かれているのでしょうか。どのように記録されていますか。マタイの 1-16、 また1-16、このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。ここではヘブライ語のエゲネデが使われています。これはゲナオの神聖な受動的な言葉です。マリアからイエスがお生まれになったと書かれています。イエス・キリストを直接マリア母親につなげたのです。それによって女性が男性を産むとなるのです。これは女の子孫を送るという創世記 3-15 の約束の成就です。ガラテヤの 4-4、 ガラテヤ 4-4、神はその御子を女から、しかも立法の下に生まれたものとしてお使わしになりました。2番目にマリアが自分の力でイエスを産んだのではないことを示しています。イエスは聖霊により身ごもり生まれました。マタイの 1-18-20、 マタイ 1-18-20、3番目に女性の子孫と来られることの意味は信仰の系図を通して来られることを意味します。女性の子孫として来られるイエスの系図はまた一章でも現れます。その系図を見るとイエスの肉的な系図を見せるだけで終わっているのではありません。むしろ信仰の血統を見せるためにより大きい意味があります。イスラエルの人々はバビロンの捕囚から戻る世代で啓示の純度を再確認しました。当時このバビロン捕囚から戻る人たちの中に異邦人と結婚するという問題がありました。つまり彼らは神の言葉に逆らい異邦人と結婚したのです。これらの痛恨の深刻な点は何でしょうか。信仰の血統を介してメシアの道を準備しなければなりません。しかし痛恨により信頼の血統に逆らうようになったのです。ですから異邦人との痛恨を厳しく禁止したのです。エズラの 9-1 から2、エズラ 9-1 から2、ネヘミヤの 13-23 から29、ネヘミヤ 13-23 から29、女性の子孫が信仰の血統に応じてこなければならないということです。では、マタイ一章の啓示の第二期の14代目の冒頭は誰でしょうか。ウリアです。異邦人、ヘテ人であるウリアが登場しています。肉と血の系図よりもイエス・キリストの系図をより重要視するということです。私たちが天国に入るときにも信仰がより重要だということです。
3番目にメシアを介して達成する救済し、メシア、女性の子孫を介して達成する救済し、女の子孫メシアが来て蛇の頭を壊さなければならないと言われました。しかしこの時彼は誰の子孫として来られるのか明らかではありませんでした。この創世記 3-15 を実現する生の福音は足場はいつ準備されるのでしょうか。つまり女性の子孫が来る最初の関門を開く出来事は何でしょうか。メシアが誰かの子孫として来なければなりません。神はそのような仕事に値する忠実な人を探しました。そしてついに神は誰を選びましたか。アダムから20代目のアブラハムを選びました。そしてアブラハムはイサクを設け、その約束達成の足場が準備されました。つまりアブラハムを介して子孫を約束したのです。マタイの 1-1、 また1-1、創世記の 12-3、 創世記 12-3、 あなたによって祝福に入る。あなたによってというのはヘブライ語ではベッカーです。私の中です。創世記の 22-17 から18、創世記 22-17 から18、これはアブラハムにより人間一人の人すべての民が祝福を受けるという意味です。アブラハムの中でアブラハムの子孫を通して来られる誰によって祝福を受けるのですか。祝福はイエス・キリストを通してくるのです。ですから女性の子孫である初臨のイエスは女性の子孫であり、アブラハムの子孫として人間として来られます。そのイエスは十字架の死を通して蛇の頭を壊しました。ここでメシアの約束は再臨のイエスを介して完全に達成されるでしょう。2つのポイントに分けてもう一度説明しましょう。1番目、初臨の時どのように救いを達成したのですか。イエスは旧約の預言の通り、言葉は肉体となって来られ休まず働きました。ヨハネの 5-17、 ヨハネの 5-17、イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ。では十字架に貼り付けられて死ぬまで行われたことは何でしょうか。もちろん奇跡の技も行われました。サタンを追い出し病気の人を治しました。しかし根本的にされたことは何でしょうか。御言葉の宣言です。イエスは休まず続けて御言葉を宣言されました。そしてイエスの救済の働きは十字架で血を流されて完成しました。その十字架は偶然ではなく意図されたことでした。十字架は永遠に救済経輪の中で定められたものです。ルカの 22-22、 ヨハネの 12-27、 マタイの 26-38 から42、ルカの 22-44、 ヘブライの 5-7、 1コリントの 5-3。 十字架を通してイエスは救済を一気に成し遂げました。その効果は永久的です。
旧約と新約の時代を比べてみましょう。旧約の時代の場所は焼き尽くす捧げ物の祭壇です。新約の時代は場所はどこでしょうか。ゴルゴタの丘です。旧約時代の献納物は獣です。牛や羊や鳩などです。新約では献納物はイエス自身です。他の獣は不要です。効果はどうでしょうか。新約の時は継続して繰り返します。罪を犯すたびに犠牲を捧げます。新約の時代の効果は永遠のために一度イエス・キリスト自身が捧げる犠牲となりました。イエスは永遠のために一度ご自分の血を通して永遠の贖罪を成し遂げられました。ヘブライの 9-12、 ヘブライ9の12。旧約の時の献納物を捧げることと比較すると、イエスの犠牲は永遠のために一度行われました。つまりイエスが自分自身を捧げ、旧約の救いの献納物を終わりました。祭壇の上にまだ犠牲を捧げる必要がありますか。ありません。2番目に、再臨の時にどのように救いを終わらせるのでしょうか。どのように救いを終わらせるのですか。主の再臨を介して救済の働きが完成されます。では再臨の主はどのように来られると描写されていますか。黙示録の19章、黙示録19章1番目に、彼は雲に乗って来られます。黙示録の 1-7、 黙示録 1-7、 見よ、その方が雲に乗って来られる。多くの人を指して雲に例えます。ヘブライの 12-1、 ヘブライの 12-1、福音の証人、御言葉の目撃者を雲に例えています。聖なる人を指して雲に例えています。氷、水、蒸気の中で最も軽いものは何でしょうか。蒸気です。上に上がるときには肉的な罪の重荷を手放さなければなりません。軽くならなければなりません。私たちの信仰が日々前進しなければなりません。後退してはいけません。後退することは下に下がることと同じです。ヘブライの 10-38、 ヘブライの 10-38、 もしひるむようなことがあればそのものは私の心にかなわない。イスラエルの民は歩みを止めなかったので、最後にはカナンに入ることができました。2番目に、彼は白い馬に乗って来られます。黙示録の 19-11、 黙示録 19-11、 そして私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬が現れた。皆さん、名前はその存在の属性と人格を指します。白い馬に乗っている人が持つ2つの名前は、彼がどのようなものであるかを私たちに教えてくれます。誠実と真実という名前を持っていました。黙示録の 19-11、誠実および真実と呼ばれて正義を持って裁き、また戦われる。信頼できて偽りがなく純粋であるという意味です。神の御言葉という名前を持っています。黙示録の 19-13、 黙示録 19-13、 また血に染まった衣を身にまとっており、その名は神の言葉と呼ばれた。ヨハネの 1-1、 ヨハネの 1-1、
私たちがこのように救済主の御言葉を学ぶことが大切なことを悟らなければなりません。再臨の主とつながれるためです。結論です。女の子孫についての最初の約束はその後どのように掲示されますか。徐々に明らかにされて処女の体から生まれるとしました。イザヤの7の14、イザヤ7の14、見よ乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。マタイの1の23、マタイ1の23、つまり女の子孫には人間の父親がいないのです。では人間の父親がなければ彼は誰の息子でしょうか。生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。ルカの1の35、ルカ1の35、最終的に聖母マリアの体から聖霊によって生まれたのです。マタイの1の18から25、マタイ1の18から25、つまり男性と女性の組み合わせで生まれたのではありません。人間の生殖方法、性交なしで生まれたのです。最後に彼が私たちと同じ性質を持っているとしてもどのような方なのでしょうか。彼は罪がない方です。ヘブライの4の15、ヘブライ4の15、信頼するに値する方です。神の救済の公開と達成となったところがどこでしょうか。十字架です。受肉したイエスが十字架に貼り付けられて公開されて達成されました。十字架の上の7つの御言葉によってです。では質問です。救いの最終完成はどのように行われるのでしょうか。キリストの中で死んだ者たちが先に神と霊的に一体となり復活します。そして生きている生徒たちが神と霊的に一体となり変化します。そして千年王国の後、サタン、悪魔は硫黄の池に投げ込まれます。新しい天と新しい地が成就されます。1コリントの15の51から54、1テサロニケ4の16から17、黙示録の20の1から10 21の1。今再臨の主を介して救済主が頂点に達します。それまで神の手で大切に用いられる救済主の福音の新しい働き手となるようにイエス・キリストの名において祝福して祈ります。では祈りましょう。今日はキリストの最初の約束についての贖いの御言葉を実行することができたことに感謝します。私たちが真に神を愛し、御言葉を通して主を知るようになり、主が再び来ることを歓迎する資格がありますように。清い白や天の布を着てついてゆく舞台であるという御言葉を受け取る人とさせてください。私たちに与えられたすべての祝福に感謝します。主イエスキリストの名で感謝とともに祈りを捧げます。アメン。主が皆さんを祝福します。